ブルペンに今、松田も来てますか座打席に立ってというところのようです。はい、まあですから外国人枠の問題はピッチャーがどういう構成になるかというのも非常に大きな影響をねそうですね今年に関しては、まあ、ジャイアンツだけではないですけども、えー、この外国人選手が。 どれほどこう活躍するのかによって、ねえー、あのペナントレース大きく変わってくるんじゃないかなと思いますねそんな中ではこの井上はもう、うん、ぜひとも入ってほしいと願われ、ね、れている存在かもしれませんね、えーまあ、一番、まあ、一つ一つの球種は本当に素晴らしいですし、えー、え球のキレもありますし、まあ、あとはその球数を投げていったときですよね。うん えー、それからしっかりこう中6日でローテーション回ってい,いけるスタミナこの辺っていうところはまあ、未知数ですから、えーえー、どれぐらいいけるのかっていうのはやってみなきゃわからないですけども、えー、ストレート、えー、切れっていうことに関して言えばまあ若い投手陣だけで考えるとちょっとずば抜けているかなというぐらい<ー>一つ一つのボールーは非常にいいと思いますね。そうですかはい まあ今永からも影響を受けているという,そうです、ね、部分はそのピッチングスタイルからもこう見ていてい感じる部分はありますから、ね、ま今永投手もあの非常にこうストレートキレがある中でもうチェンジアップどちらかというとうバッターの手元でいきなりこう緩むというか、はい、ああそういう,うまあ本当にこう一級品といいますかね。 あ本当にあれをこうマスターできれば、今永投手うぐらいの成績は残せる可能性は十分持ってると思いますね。えー、あ帽子を飛ばしながらの力投になっています。<laughs> 昨日はとピッチングせずになんで中一日ですね。ですね。はい。ブレイン入ってますんで、まあ。 前回、紅白戦はまあ2あ二ンぐらいでしたので、はい、今日はある程度球数を投げて<ー>、えー、いくんじゃないのかなっていう気はしますけどねこれピッチャーによってもそのタイプがあってものすごくその球数を投げ込むピッチャーかつての,あの d n n 監督の三浦大輔せ、はい、投手なんかは非常に投げ込んでるイメージがありましたけどもね,ね。 えー、2500、この辺りをキャンプで目標に上げて、ねええー、黙々と一番端っこで投げるんですよね。そう定位置ありましたもんねはいで、まあ、僕も生でこうやって見させてもらって、はい、まあ全力ではないんですけれども、うん、本当にコンスタントにその低めに丁寧に丁寧にっていうことを、えー、意識しながら。えー、とにかく、まあ、本人はあの 球数がすべてじゃないっていうことは言いますけどただ、走るただ、1年間ローテーションでだいたい180イニングを投げるには大体これぐらいはやっぱり投げとかなきゃいけないこれぐらいのボールの質、高さっていうところだんだんこうやっぱ疲れてくると体振り出すんですすよね体振り出すんでボールが若干高めに上がるんですけどあのブルペンでやっぱりいい音も鳴りますし いい音が鳴るるとナイスボールになるんですよただやっぱり本当にそういうベテランというかその1年間ローテーションを守るピッチャーっていうのはそれじゃなくてやっぱりいかに低いボールを体を使って下半身粘りながら投げれるのか,かこっちが重要だっていうことはずっとやっぱ言われてたので。そうでしたか